that I was burning up inside. My baby walked in my bedroom and I could hardly open my eyes. She said she was going to the pawn shop just across the track. She started packing some clothes in a hurry and then she said she would be さて、今宵のパラダイスカフェ TV はこの方がゲストで来てくださいました。近藤房之助さんです。どうも近藤さん、こんばんは。よろしくお願いします。ようこそ。いいえ、こんな近い距離でちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしいですけどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、近藤さん、ビール飲みながら全然 OK ですから。はい、いや、これ映っちゃいます。はい、自転車に凝ってるというというかね、はい、もう中学校1年ぐらいからもう自転車構想なんですよ。だから、名古屋、東京、名古屋みたいなやったり、そういうのがなんか好きなんですね。で、一時16台ぐらい自転車がうちにあったんですけども、だいぶ処分しました。16台ですか。自分で組むのが好きなんで。組むんですか。近藤さんの存在を知ったのは実は踊るポンパイからなんですね。でよく詳しく存じ上げなかったんですけど、まあ、それから近藤さんのことがいろいろとこう情報として入ってきたんですけど、まあ、実は本当に日本の草分け的ブルースミュージシャンのお一人でいらっしゃって、まあ、数多くの海外のブルースミュージシャンともやりましたね。はい、ちょっと見たら B.B. キング、まあまあ、一緒にはプレイしてないんですけども、前座をやらせて何度かもらいまして。ああ、そうですか。はい、まあ、なんかただ、まあ、ギターにも触らせてもらったし、はい、BB はどんな感じでした。もうオープンマインドで思いっきりひねくれ者の僕はそこがちょっと気に食わないみたいな感じが、そうなちょっとひねくれたブルースマンの方が好きだったりしたんですね。あんまりいい人すぎました。ものすごいいい人で、やっぱり最後やっぱりメンタリティですね。本当になんて言うんだろう、やっぱりビッグネームはみんなオープンマインドでした。ああ、そうですか。はい、突然一枚のアルバムが近藤さんの人生を急に負けたったっていう、愛知県刈谷市の僕は生まれ育ちなんですが、そこに画廊喫茶みたいなのがあって、はい、そこで二人展をやってたんですね。はい、同級生と。それでその隣がその古物商をやってまして、そのあの頃貸本屋ってのがありましたね。貸本屋さん その袖にフルレコードを売ってたんですね。うん、そこでその、フレディ・キング・イザ・ブルース・マスターっていうアルバムを450円ぐらいで買ったのかな、なんか、はい、ストーンズとかビートルズは、まあ、お小遣い貯めて買ってたんですけども、その中にブルースって言葉がよく出てくるじゃないですか。そうですね。で、あ、これが本物のブルースだと思って買った覚え。しばらく経って今のニューミュージックマガジンとかがブルース特集とかやりまして、それで、あ、こんな世界あるんだと思って、もうそれかもうそれまではヒットチャートを追いかけてるような少年だったんですけども、それはなんか意外な感じがしますけど、はい、もうブルース一辺倒になっちゃったんですね。で、1976年に、うん、ブレイクダウンっていうそのブルースバンドを作られて、はい、いや、はい、もっと言うと僕はバンドなんかやろうと思ってなかったんですよ。それで名古屋で、はい、まあ、大学を助手席になって、まあ、学生運動なんかもやってました。はい、それでオープンハウスっていうお店に住み込みで働いていて、ブルースって看板がかかってるのにもかかわらず T-Rex なんかかかってたんで、はい、自分のレコードを持ち込んで、はい、ブルース喫茶にしたんですね。なるほど。そこでブルースバンドを日本にもあるってんで、東京からは瀬野隆一郎さんとか、はい、ブルースハープの、うん、はい、京都のウエストロードブルースバンドとか、超有名な、まあ、有価団とか招聘してたんですよ。招聘してライブをやらせてたんですね。それでまあ
あのミイラ取りがミイラになっちゃったみたいな感じで、そうだ、雇われて僕は京都に行くんですよ、ブレイクダウンっていうかね。Just like you and me, but they're all three and then。 それで87年に近藤房之助ワンアームというバンドを作られた、はい、Say you goodbye till morning lights。 なんか変拍子とかね、いろんなことやりたくて、そのブルースってのはブルースばっかやってるとなんか僕にとってはその、退屈なとこが見えちゃって、その何でもやりますみたいなことで始めたんですよね。そして初めて1990年にアルバムでデビューされたんですね、うん、はい。自分の名前で出なくちゃいけないって言ってちょっと調子悪かったですけどね、最初。でその、バンド結成してアルバムでデビューをされたと同時に、なんと BB クイーンズなるグループで、はい、踊るポンポコリンで、はい、日本中の子供の心を一気にわしづかみしてしまったという、自分でもびっくりしてますよ、ね、これはまた、いや、いろいろやったんですよ、声が変だから、まあ、もともと僕が喘息持ちなんでこんな変な声してるんですけど、あ、そうです、はい、ナレーションの仕事とかで、はい、食ってたんですね。へ、この国にはキリンラガービルがありますなんてな、おお、そうですか、ガバーッと儲かりましたけど、今日もキリンのラガービルがあります、ね、はい、一応ね、ギリがあります、はい、そうだったんですね、はい、しかしこのポンポコリンではびっくりしました。僕はひげがこうあえて、はい、このね、で確か335か何か持ってらっしゃったんじゃないかったかなと思うんですけど、はい、ギターの335持って帽子かぶって、タッタタラリラとかもこの非常に陽気なまあ おちゃらけソングですよね、はい、でそれが近藤房之助さんという存在で、まあ、僕はそれで知ったんですけど、もともと知ってらっしゃった人にしてみたらこれは青天の霹靂だったんじゃないですか。というかね、その僕にもまあ、キャリアがありまして、そのお客様たちはみんな離れてきましたね、やっぱり。 あいつは何でやってんだと。そんな、はいはい、そんなですか。まあ、そんなそれはあくまでも近藤房之助さんとしてはこの茶目っ気でやられたことだったんですもんね、うん、遊びましょうみたいな感じで、長戸太鼓さんが高齢でね、プロダクションの 社長でいらっしゃったんですね、要するにクレイジーキャッツみたいなことをやろうやみたいな感じがあったと思うんですね。その NHK のみんなの歌に乗っかるような、はい、大人がそういうことやってもいいんじゃないかっていう、それでおい、面白そうだからやるって言って、それで踊るポンポンができたんですね、はい、要するに違っちゃいましたけどね。いやいや、まあ本当大ヒットとなったんですけど、はい、その、はい、まあ、いろんな方といつもその活動を、いろんな音楽活動のコラボしてらっしゃる中で、うん、なんと2011年に再び BB クイーンが再結成されて、はい、ツアー回られたんですよね。なんかね、そのテレビの上ではずっと BB クイーンとつながってたんですね。その、日テレの初めてのスカイとかやってましたんで、泣かないでよベイビーっていうのはあれは近藤さんの声ですもんね。はい、ね、でその周りからそのもう一回聞きたいみたいな話があって、はい、俺は全然構わないですよみたいな。その震災の土地で BB クイーンズが、はい、やりました。あんなのものすごい
あのすごい思い出ですよ。もうちょっとさっきちらっとお話伺ったんですけど、はい、もう一回聞かせてほしいんですけど、はい、一曲から僕は、まあ、無縁だったので、あの一曲の素晴らしさっていうのはすごいなと思って、はい、そのもうみんなもう打ちひしがれた人たちだと思うんだよね、はい、あの日に来てくださった人たちっていうのは、その踊るポンポコリンが始まるとうわーっとみんな立ち上がるんですよね、はい、その動脈何よ、なるほど、そのこっちがもううるっと来ちゃいましたね。すごいなんか歓声で、はい、その曲をみんななんか迎えてくださったっていうことだったらしいですね。これそのハードコアでそのブルースバンドで慰問に行ってもしょうがないなっていう気になりましたね本当に。なるほど。の日本語で近藤さんの歌を何曲か聴かせていただいて、あのすごいまあちょっと感動したというか。ありがとうございます。例えば酒と涙と男と女、はい、それからあと あれは上を向いて歩こう、はい、もうそうですよね、はい、近藤さんの日本語がとってもストレートに心をこう貫いてくれたんですよ。ありがたいですけど、ええ、自分じゃそう思ってないですけどね。まだそうですか、はい、今でも日本語で書いてます。そうですか、はい、もちろん今のスタイルはとっても素敵なんですけど、日本語もああ聞きたいなって僕はちゃんと向き合って日本語と、はい、なかなかしいい詩って書けないもんですね。今勉強します。そうです。女は静かに眠るのでしょう。